来た。これ俺か。いや、こんなのダメだ。フェリー、サンフラワー霧島って乗ってます。なんとなく向こうに光があるのわかるでしょうか。なんかこれ、これにはもっとたくさん光が見えてるんですけど、なんかわかんないけど、見えないな。まあいいや、俺は見えてるし。まあ中では、バイキングの人たちが食事をとってるんですが、僕たち、俺もリッキーも、食事は持ち込んでるのと、まあめちゃくちゃ混んでるんで、特に、鹿が濡れてるんですよね。はい、かなりの大型フェリーです。フェリー、霧島です。なんかこのこれなんか画面上多分結構暗いと思います。ここまで暗くないです。暗いとは思ってるわけではないんですけど、ちょっとあのすいません、これあんまり機嫌が良くないので気分転換にライブ中継を始めてます。
高そうに見えるんですが、実際のところはそんな高くないです。ここコンビニの値段と全く変わらないもので、ところもあります。今度だろうな、ね、気になった瞬間、なんかみんな2名見て、2名しぶし割とこれで、癖がない。お、割とこれ癖がないということです。癖がないというか、そうね、はい、あ、芋焼酎だったけど、なんかそういうことなんか甘くもないし、こう、お以上、太平洋からでした。太平洋なのかな、太平洋でいいんだよね、しぶしは。もう出てると思う、うん。